はい、ジェイセティクラグリーンソリモンですね。今日はまた海の方、逗子海岸から配信してます。ふと思ったのがですね、まあ、プログラミングされた人、事前にいろんなプログラムとかカテコンネを持ってる、方々での対処仕方をちょっと考えてたんで、まあ、そこは急に変化すること、壊すことができないかなっていう初印象、まあ、以前、ゲストとして呼ばれたイベント、の中でやっぱりいろんなスピリチュアルスクールとかね、特に経歴の長い、概念とかそういうスクール、教えが、影響力大きいし根深いですね。ですから、僕らがやっぱり ET コンタクト、リアルコンタクト、CE5 の世界、それから今最近ね、リクイッドソウルセッションとかも本当に先駆けのアセンションエネルギーを体験として地球に下ろしている、この日本でのワークの新しい責任の一つの大事な側面が、上手に、まあ、切り替えというか進化させる、今までの基礎をさらに進化させる作業も、同時に必要だなと思いますね。ですから宇宙から受け取る分はね、上手に成功していると思うし、今度その上下はもうマスターしてるけども、今度、採用ね、採用、今度人間界にそれを広げる作業が今からですね。まあ、考えてみると、普通に新しいスピリチュアルワークである日本としては、新しいスピリチュアルワークである CE5 コンタクトも10年経っててもまだ本一冊も出てないっていう、まだマニュアルがない状態はここにつながっている意味深いことだと思いますね。ある意味でまだこれはちょっとアバンガルドすぎた部分ありますね。早いすぎる、ところありまして、まあシークレットではないけど、ちょっと限られた形で必ずそのエッセンスを 薄くなれないように結局守られたなという感じますね。まあ正直すごく自分自身の願望がもう早くね、そういう C5 ワールドを実現したい、物質化したいっていう希望ね、もう昔から本当にトレーニング DVD のための撮影ビデオはもう2011年からも、実はあるんですよ。ですからそれはもうずっと延期に後回しされて、ガイドたちね、実現するべくではないものはもうサポートが入れないから、無理やりに、できない世界ですね。ですから、まあ、その辺はまだまだタイミングじゃないよっていうことで、ずっとガイデンスされたんですけども、まあ、その中でやっぱりこのいろんな他の概念とか宇宙情報との違いがどんどん明確になってきているところもありますんで、場合によって、その今までの情報の中の矛盾とか不完全なところ、ちょっと物足りなかったところもいろいろもできて出てきますね。まあ、それは本当に進化、スピリチュアル意識、皆さん人類の意識そのものが進化している現象の中で当然のことですね、当たり前のことで、すごくいいことだと思います。 ですから、まあ、上手にそのプログラムを持つ人たちの対処法としては、まあ、やっぱりクリーリング、ね、もう本当に人すらクリーリングのワードが来ます。結局そういう、プログラムもトラウマと似ているような感じで、結局エネルギーボディの中に、存在していることでもあります。ところでプログラムの場合は、その自分のパターンとか古い癖にその壁にぶつかっていることによってできるものでもありますから、トラウマの解消よりずっと早くできるんですね。ですので主に多くのプログラムが、皆さんがそのちょっとグラス天井にぶつかっているような現象で、この答えはなかなか得れないとか、この議論はなかなか解決できない的な、矛盾とかそういう問題点をね、いろいろ見ますんで、僕ももちろんそれは体験してますから、やっぱり経験と実体験ね、やっぱりその宇宙とのあるいは高次元との実体験をすることによって、自分の一番ムズムズしてる、議論とか答えを欲しい、その得たい、結果は自然にやってきますね。ですからその辺の内面と外部のやり取り、双方的なやり取りが今度 ET コンタクトの中で特集のところありますから、両方がやっぱり必要ですね。両方がもう必須で、ずっと内面だけだと、どんどんやっぱり外部の世界とのある意味で分裂が行いますし、
で当然外部に触れまされることだけで、あのその現象の中に現れているものだけに、参考とか自分の、世界観にそれだけに、置いておくと、やっぱり内面的の力は見失いますね。ですからまあ、すごくこれはいい練習、いい訓練だったと思うし、今からね、そういう逆に今までのそういう大事のいろんな宇宙の基礎とかスピリチュアルの基礎を使いながら、参考にしながら、私たちの情報をうまくドッキングしていきたいと思います。はい、ではまた引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。プログラミング、事前にプログラミングされた人の対処法について、これは半分 ET ガイドの対応でもありますが、ありがとうございます。宇宙に報告してます。ありがとうございます。